ハッピーバースデー？もしかして私の誕生日を祝ってくださるのですか？ありがとうございます。とっても嬉しいです。今日の感謝を、いいえ、今日だけではなく日々の感謝を必ず皆さんにお返ししていきます。なんだか幸せのお裾分けみたいですね。あなたに誕生日お祝いしてもらって嬉しい。今日のことは忘れずに覚えているから。今日も記録する。みんなもあなたも黙って撮るのはダメ？つまんない。皆さんからいただいた温かな気持ち、本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日という日を忘れることはありません。あの日から世界は大きく変わった。憎しみの連鎖は断ち切られ、人々は手を取り合って明日へ向かおうとしている。そう、平和への道を歩み始めたんだ。城に残っていたドローンが暴走、自動警備システムと連動してしまったのかしら。でも子供たちに怪我がなくてよかった。力で追い出すのではなく、子供たちに自発的に城に寄りつかないように促す。ミッションモンスターキャッスルか。誰も傷つかない、いい作戦だ。今日も一日が始まる。まずは旅の進路の確認、馬車のチェックから始めるとするか。
でにチェックメイトだ。大切な人を二人も失ったんだ。その引き換えに力くらい手に入れなければ。ランスロット・コンクエスター、それが僕の新しい力。この力があれば黒の騎士団を抑えることができる。すでにチェックメイトだ。綺麗事で世界は変えられないか。感謝の気持ちが届きますように。皆さんの優しい気持ちに包まれて、とっても幸せな誕生日になりました。この暖かな日に感謝を。